10年目のシーズンを迎え、チームの中でも結果を残し一軍選手として活躍していかなければいけない北条選手。北条選手は高校通算25本塁打と長打力を魅力とし、ドラフト2位での入団となりました。入団後は2016年に一軍に定着し、122試合に出場、打率2割7分3厘、105安打、5本塁打、33打点と結果を残しました。タイガースでのプロ4年目以内での100安打は4人目とブレイクを果たし、その後も活躍が期待され、2018年も出場試合数は減り、62試合出場となったものの、打率3割2分2厘を記録するなど活躍していました。その後も一軍出場はしているものの、目立った活躍はできておらず、北条選手が守る内野はレギュラー争いが激しいことや、争いをしている選手たちが北条選手よりも若いこともあるので、2023年結果を残さなければ厳しい状況となってしまいます。結果を残しレギュラー定着に期待しています。